かわいい、かわいい女性が来てくれてるんでしょ？ヒュクちゃん。はい。よろしくお願,しお願いします。この間おめでとうございます。ありがとうございます。ね、6月25日ね、K1 初の女子だけの大会ね。はい。はい、スーリー・マンフレディ選手よね。はい。サランランド2分28秒、左ハイキックでね、慶応、はい、勝利。はい。相手の選手の印象はどうだった？なんか背お大きかったんじゃない？結構。慶応率が自分より倍ぐらいやったんで。うん 倍倍ららいいあるんだりましたね。33勝のうちに 10KO だったすごいね今まで自分22戦なんですけど一番攻撃力ありましたねパンチも蹴りもめちゃくちゃ硬くてあやっぱ重いというよりは硬い硬くて痛い感じね蹴りとかもめちゃくちゃ骨が痛くてまず1ンド目だったっけ右のパンチでダウン取ったのそうです右の オーバーハンドが一番最初です。うんうん、はい。あれ狙った？あれは相手のリーチがめちゃくちゃ長いんで、うんうん、長いロングフックが当たる感覚があって、うん、まあそれが自分の結構倒してる武器でもあったんで、それは狙ってました。あの,あのパンチで倒してるの何回か見たこと。はい。うん、一発聞いた攻撃あったじゃん。聞きました。一ラウンド目の最後だっけ？一ラウンドのラスト三十秒ぐらいのところで。そう,そうそう。試合いの中でポンって入ったんでよ。はい。至近距離なのにすごい大きく振っちゃって。うん 細かいインサイドのクロスをされましたそうだよねってはいいなんだあの岡田敦子さんがレフェリーが止めた時に全然触れられてないんですけど足に全然力入ってなくてそうだね尻餅つきました今日映像見直してきたんだけどあれ相当効いてるなっていうのめちゃくちゃ効きました初めて記憶飛びましたあそうはいやっぱり今まで戦ってきた選手とは違った攻撃力っていう攻撃力パワーありましたね